岩手県民会館は岩手県盛岡市にある岩手県立の多目的ホールである。指定管理者制度に基づき公益財団法人岩手県文化振興事業団が管理・運営を行っている。1970年に盛岡市で開催された第25回国民体育大会の開催記念事業として建築された。1973年4月に開館して以来、 岩手県の芸能文化の拠点施設として利用されている。総工費は22億9400万円。設計は株式会社佐藤武雄設計事務所。指向は鹿島建設株式会社ほか、大ホール1階の階段を上った付近に橋本8 0人の原画による壁面レリーフで岩手県の郷土芸能、海洋が描かれ、開館正面の右手には、 船越安武による、ブロンズ像、羽ばたきが設置されている。主な使用用途は、コンサート、演劇、ミュージカル、講演会、大会など。鉄筋コンクリート作り、地上5階、地下1階県民会館条例指定管理者制度、導入施設一覧、ABCD 岩手県民会館 HP、岩手県民会館について2012年6月5日、閲覧。 岩手県民会館 HP 施設のご案内2012年6月5日、閲覧。第15回、BCS 賞受賞作品岩手県民会館、社団法人日本建設業連合会 HP2012 年6月5日、閲覧。ありがとうございます。